走ってるのが北関東道といって長野まで行けちゃうよ。はい、電気つけなかった。道祖神とかなんか供養塔とかあります。うん、これも前が上にあったんだよね、高速道路ができる前。すごい寂しいところだったんだけど、できてからここの広いところに移動したんですね。確かその百貫の、はい、あんま詳しくは見たことないんだけど、まあこうちゃんとね。何回補強工事してるか、それを何回見たか、うちは。そして何回ここ通行止めになってるのを見たか。で、私が行くところはですね、こちらでございます。祠の中に神様はあります、ありますって言ったときにパタッて音するんだけどね、これ通り道になってるね。奥にもなんかあんのかな、ほらでしょ、これ階段がありますよ。よいしょ、これ階段って言えんの、いいの。でも管理されてるんだよね、やっぱないよね、なんかこれだけだよね。周りもないもんね。わかるかな？ないですよね。なんかね。なんか山の神様かなんかなんかな。イノシシ多いんですよ。だからちょっと、よいしょ、で前ね、ここ撮影して帰った時に、パンクしました。はい、今回はパンクさせないでくださいよ、神様。でも中にないんだよね。この祠自体が神様なのかもしれないけど、なんかもある。この辺のないか。でも一応こんな風に階段みたいなのができてんだから、やっぱ待ってんだよね、これね。真後ろに何かの木がどんぐりかなんだか知らんけど、この山自体を祀ってるのか守り神なのかだよね。
いに来てんだって思うな。そんな感じがする。登んないけどこれ降りるのきつい。やっぱ水流れた後だよね。雨降ったらここ何こんなになっちゃうの、大洪水みたいに。どっから水来んのこれ。あ、上何あれ。あ、上が工事のあれか。ここは何、ここなんでもねえのか、外れか。また外れか。でもここってさ、山削って高速道路作ったところだから、もしかすると昔からのなんか神社とか神様とか祀ってるやつも埋もれてる可能性あるよね。またどっから来たか分かんなくなっちゃってるし。なんかね、もうここね、この辺ね、なんか元池みたいな感じになってるの、下がここ水でも溜まってたんかな。明らかにこれ水が流れたと思う。これ川の跡じゃん。あんな深く行っちゃうとイノシシとこんにちはって可能性あるよね。ちょっとさすがにそれはやばいよね。これ水の力でこんなになってんの？崩れやすいのか、ここの山って。そういうこと。うちここでいっぺんにイノシシ十何頭見たことあるのよ。あんまり奥行くのは怖い。でも今日寒いから出てこないと思うんだけどな。出てきたら厄介。多分死ぬよね。死ぬっていうか大怪我になるよね。あー、奥歯いてー。ちょっとやべえな、これな。あ、やっぱ川になってるやん、ほら。ほらほらほら。こんな感じです。ほら。土が溶けて川になってる。雪崩が起きます。なんこれ、やっぱそうなんだね。川みたいになってんだ。あ、そこで池っぽくなってるわけだ、こっち。あー、わかんない、よくわかんない。じゃあこ
それが川なんね。川の流れのように帰ろう。もうないよ、何も。いいよ、10分くらい撮ったでしょ。満足です。終わり。